ボートレース常滑ヤングダービー初日終わりました。ごっつい天気でしたよ。いやーすごい雨風で、ドリームの前は展示が10分ぐらいね、好転のため、しばらくお待ちくださいということで、待たされましたけれども、なんとかまあ無事に、12レースドリーム戦まで終了しました。それにしてもドリームレース遠藤恵美はやっぱり切符のええレースするね。ああやないとあかんわ。まあ船券外れたけど、こうスカーッとしたね、船券買うてる方からしたらね、まあ1着が桐生、2着遠藤、3着はまあこの常滑苦手苦手とも言いながらも、さすがは岡崎選手3着守って船券に還元してくれました。あのピットで印象的やったんは、岡崎選手がずっとこのボートの上でね、あの整備室でモーターいじるんじゃなくて、ボートの上であのハンドルのこのさばきというか動作を、微妙なこのあるんでしょうな、長い間チェックされてたんが、印象的で、こりゃ岡崎凍てない俺は痛い目合うなと、朝から思ってたんですが、まあ、きっちり、まあ、痛い目に遭いました。あっぱれでございました。さあ気を取り直して2日目でございますけれど、2日目は2個レース予想をいたします。そのお披露目はこの後。ボートレースの基本は何と言うてもいいんですよね。まずは出走メンバーが確定したら、インの選手が硬いかどうかというところから予想を始めなければなりません。まあ、ところが今日の好転であったり、もしくはやはりこのヤングダービーのような生きのいい選手ばかりになると、どうしてもこうね、インの確率というのは下がってきますけれども、やはりそれでもボートレースはインはイン、強いもんは強いんです。で、明日後半レースに限って、予想したところ、インの強いレースを探そうやないかというところから始めて導き出したのがこのレース。明日の8レースですね、インコースから桑原優、黒井達也、西村拓也、樋口ゆかり、古澤光則、山田浩二というこの6選手が揃ったこのレース、まずまあいつもながらね、数字を見ていきたいと思いますけれども、まあ、常滑の得て増えてということを考えたときに、まあ、見ていただいたら分かりますが、桑原これ 15% 全国よりね、2連対率高いんですよ。これも得意に決まってますわな。まあ黒井は53から48、そんなに変わりません。52から45、48から44、44から34、ちょっとこの古澤が苦手としてるかな、これが。で、山田浩二は46から60ですから、これも得意ですね。で、まあモーターはこんな感じですけど、なんといってもこれ 40% って数字は大したことないんですが、ここに来ての14号機がね、非常にいい上昇期ということで、このモーターはやっぱりいい今節はこうとかなあかんのやないかいなぁと、思いまして、予想を立てました。それでは見ていただきましょう。これちょっとね、勝手が違うんで、これで見えますか？見えてます？見えてますね。2日目8レース、頭固い。ここは桑原は、今節若い選手の中でもね、金層を35回インに入って30連対してるんですよ。なかなかの安定感です。ですから頭は固定して、1の頭の時にはまずは絞らなあきません、相手。ですからもう相手は常滑得意、なおかつモーター出てる6を中心にして、1、6、3、4、1、そして6を3着に置いて間に3、4で1、3、4、6、この4点で明日はしっかりとここで資金稼いで、明日のメインレースオール女子戦に挑みたいと思います。女好きはおいらの悪い癖。明日はなんと最終レースにオール女子戦が組まれました。なかなか嬉しいじゃないですかね、この計らい。メンバー見てもらいましょう。この通りになっております。1号艇から遠藤恵美、小野聖奈、平田香奈、松本昭恵、武井奈美、樋口ゆかりと並びました。今日はあれ、インタビュー動画見ていただきました？朝のね、これ平田香奈ちゃんね、
もうね、なんか最近いろいろな人と、まあ、こうボートレース関係の関係者とか、あ、まあ不安の方と仕事してると、平田か七不安ってめちゃくちゃ多いんですよ。で、その人から漏れなく受けたリクエストが、平田か七が歯を見せて笑っている動画が欲しい。どうでしたでしょうか。歯見せて笑ってましたかね。非常に印象的なインタビューでした。まだご覧になられてない方はぜひとも、トースポウェブ上でですね、この常滑ヤングダービーの、平田か七のインタビューをご覧いただきたいと思います。さあ、それじゃあ予想参りましょう。もう遠藤恵美ね、もう今日のレースやっぱりしびれたから、まあインコースですし、まあ昨日も言うたように今 SG に一番近い、女子レーサーやと思うんですよ。それがインに座ったわけですから、まあこりゃあ買わなしゃあないんちゃうかなというところありますね。で、2番の次、小野聖奈。小野聖奈自身がね、あんまり常滑やっぱり得意としてないです。今日も結局中間枠からの発走やったんですが、5着6着と、着順もいまいちでした。まあ天候のこともありましたからね、少しまだその判断はできませんけれども、まあというわけではないと思います。で、平田か奈々、インタビューをご覧いただいたら分かるかと思いますが、インが苦手なんですって。ですから明日から得意な枠が多いんで、期待してくださいというような力強いコメントがありました。3コースからの発信になるでしょう。そして4コース松本明恵、もうこの人の差しハンドルのうまさはね、ちょっと女子選手の中でも本当1に争ってるかなと思うんですけれども、やっぱり今日後半11レースでしたかね、2コースで、登場しましたけれど、ちょっとね、女子戦で見せるキレのいいハンドルさばきがなかったなという感じがあります。で、まあ天候のこともこれもあるでしょうから一概には言えませんし、なんといってもご覧ください。松本明恵のやっぱりすごいところはこの数字でしょうね。全国平均 56% の2連対率に対して常滑は 67% もあるんですから、もうこれ縦に見たら明らかに抜けてますからね。このやっぱり常滑の得意で明日清水面になった時にはやっぱり松本明恵の差しハンドル、ただどうでしょう、2コースとかやっぱり5コースで買いたい選手であることも確かかなって気がしますね。さあ、そして5号艇が水上のグレモリン武井奈美出てきましたよ。今日はね、2コースからでしたかね、一つ走りまして、2着でした。ただこの人もインで、うちでレースするよりは外の方がいいし、武井奈美の5コースははっきり言うて全くハンデにならないです。もうこの人はもうここが今一番乗れてるんじゃないですか。ですから注目したいですね。で、まあ 38% のモーターですし、まあ今日も2着ということですから悪くないと思います。さあ、そして出ましたモナリザモンキー樋口ゆかり、こちらも、まあ、数字としては あんまり、ね、全体的に変わらないですけれども、ただここのコースね、まあ、武井が行くんで展開あるかと思います。さっきも無印にしてますからね、偶然樋口が出てる2レースをちょっと予想してしまいましたけれども、無印にしてるんで2つ予想して2つとも無印っていうのは申し訳ないなと思ってるんですけども、さあ遠藤恵美一強なのか、それともこのそうそうたる顔ぶれの中からこの遠藤を切り崩す選手は出てくるのか、注目の一戦、結論はこの後。さあ、それでは参りましょう。遠藤頭でいくのかどうか、ここはドン穴からいきましょう。頭はもう5コースの武井奈美は黙って買いましょう。5から、まあ、136、まあ、6点ですね。やはりもう遠藤外せませんよ。それから平田が7、ね、得意の中枠のコースになりました。そしてやっぱり武井が仕掛けたら、それはその外によるね、樋口ゆかりにモナリザモンキーにこのチャンスが出てきますよ。ですからこれも5、6の名とかなったらようつくんちゃいますかね。で、まあ5号艇なんでね、そんな頭一本で張ってたって飽きませんし、実はねあんまり言いたかはないんですけれども、最近ね船券の調子がいいんですよ。でなんでええかなと思った時に点数貼るんですね。で点数貼るって言ったらいつもこの買い方なんです。
この買い方が今ハマってる状況なんで、しっかりと1号艇のエンドを頭で押さえた上で、5の竹井を2着に紐付けして、12点買いたいと思います。まあお前の予想なんかに12点乗れるかいと思われるかもしれませんけども、しかし5号艇の竹井波は黙ってこうといて、明日は竹井波の頭で大儲けして、この近所にあるという焼肉屋に行くんだ。